カシンくんのピンポンで起きた、そう、今日ね、まかないを作る約束してたので、カシンくん、あ、おはようございます。めっちゃインターホン鳴らしちゃってすいません。いや起こしてくれてありがたいな。イベント最終日だからね。うん、昨日楽しかった。あ、美穂いたの。あ、美穂いたっけ。うん、嬉しい、よかった。ゆっちゃんありがとう。きーちゃんもありがとう。じゃあね、いや、まえさん昨日どうでした、振り返って。いや、結構振り返ったけどね。うん、楽しかったよ。ツイートしたし。あ、見ました。うん、何作ろうかな、何も決めてないんだけど。カシンくん今日は何、ホストクラブ。まあちょっと、その辺はちょっと、まあちょっとね、あ、ひ、まあ、仕事今日仕事でしょ。うん、まあ、じゃあ出勤前のまかないを作るか。ありがとうございます、カシンくんに。じゃあちょっと冷蔵庫の中どんな感じか。冷蔵庫の中チェック。ね、椎茸と、きゅうりと、人参、ピーマン、キャベツ、きのこ、大根、小松菜、ぐじゅぐじゅトマト。これ冷凍しとこう、ぐじゅぐじゅトマト。そろそろやばいから。ひき肉と、あ、厚揚げた。全然ないです。もし残り物とかあったら全然取れますよ。うん、いやだから、使いたいものあったら。そう、使いたいやつでいつも作ってるからね。うん、ありがとう。うん、いや、トマト昨日食べたから。これは冷凍しとこう。じゃあ、ひき肉があるから、ひき肉、今日何日だっけ。今日ね、11だね。今日11か。うん、じゃあ、厚揚げと、あとの、まああと野菜と、きゅうり、なんだろうな、人参、いや、あんかけじゃない、ひき肉があるから、大きのこ、小松菜、きのこは何だろう、これきのこは冷凍しようかな。これとこれは冷凍しとくか。よいしょ。じゃあ調理を開催します。じゃあこの、ね、2日切れてる厚揚げと、厚揚げの煮物を作りたいと思います。煮物、そうそう、きのこは冷凍すると増えるんだよね、栄養が。いいことなんですよ、冷凍するのは。調理にかかりたいと思います。
と待って、リモコン、カシンくんリモコン知らん？あ、ちょっとここに、何？何？何カシンくん？でもこれ、このズボンちょっとなんすかとか言って、やばい、これやばいかな、横から見たらね、やばいか、あげなくていいじゃないですか。いや、あげてないんだけど入れたんだよ、T シャツを。カシンくん料理作れないでしょ。俺は、うん、作れないでしょ。いや、今度教えてもらおうかな。え？教えてもらおうかな、ちょっともう一回野菜の切り方とか、うん、いや、こういうのは場数だからね。うん、まだ出れば多分、うん、いや、カシン君がね、お越しに来てくれたの、ね、10回くらいですかね、うん、今日に限ってはありがたいね。ただ気まずかったのが、ね、奥さん連れで住んでる方がいらっしゃるじゃないですか、うん、なんか外でちょっと遊んでて、うん、なんかすごい気まずかったんですよね、なんかね。あ、そう、なんかめっちゃ見られて、うん、なんか編集者だと思ったのね。うん、ちょっと、あの、気まずかった。うん、これ150円1本安かった。よかったらみんな、あの、誰か定期泣かしてくれると嬉しいです。イベント最終日なんでね。で、今日はね、イベント頑張っていくからね、ガツガツと。よし、安いよね、大根。あ、初コメ、小太郎ありがとう。こんにちは。まず煮物を作る。うん、煮物。煮物を作る。あ、定期ありがとう。まゆちゃん、明日空いてないよ。明日用事がある。明日、外部行きます。明日は外部で配信します。ツイキャスでね。見に来てね。え、ツイキャス？そうだよ。え、珍しいっすね。そう。あ、熊の子ちゃん、おはよう。え、それは聞いちゃいけない系ですか？え？ああ、どうだろう。あ、シークレット。一応まだシークレットにしよう。シークレット。はい、ツイキャス、なんとですね、ふわっち A 版の人とコラボしますからね。あ、オッケーオッケー、それ多分言わない方がいいよ、多分なんとなく明日は楽しみになりますよね。あ、これもうちょっと使おうかな、うん、なんとあの人でした。あ、なんかそういえばよちくんから昨日電話来て、なんかロビンソンサンバーね、招待された。ロビンサンバーね、されたから、ちょっと行こうかな。え、何時ですか？え？何？17か18じゃなかったかな。はい。カチンくんよろしく、その時。あ、オッケーです、オッケー。うん。
あれってあの関西ですよね、確かに。え？そうそうそう、ちょっと遠いんだよね。いや、近い近い近い。誕生日、そうそうそう。で、営業するんで、また営業、営業来た。また変更あったら伝えてください。確かそうなんだよ。で次はこれ、ポリポリ大根を作りたいと思います。これはまあ今日は食べれないから今日ね一日つけといて、ポリポリ大根。こういう時にスケジュールのに本当に僕ねスケジュール管理ね大好きだから、うん、うん、あそっかそっか。だからコスタリスマイさんがさ、うん、例えばこの日何台してるのみたいな感じだったらすぐあの俺入れてるから、うん、あの分かるからさ。そうだね、うん、ポリポリ大根作ります。よいしょ。ポリポリ大根、忍法にも DM 送ったけど断られた。誰が来るんだろう。そう、お酢、あの簡単酢と醤油だけでいいのかな。初めて作る。ちょっと砂糖も入れて、うん、せいちゃんも行くの。じゃあすごいですね、じゃあ結構ゼロワンさんも、あ、赤田ブラシ、え、なんかね、それ言ってたね、ヨッサンが言ってた、ゼロワンも来るって。ただその、僕大丈夫かな、配信坊のこと。いや大丈夫じゃない。ちょっと謝罪しときますね。いやでも分かんない、どっち、私がまずね決めてないんだけど、うん、まあでもそのもしかしたら元カノと絡んじゃいけないかもしれないから。ああ、そうか。いやでも分かんない、どうなんだろうね。からんよちくん1ヶ月だよ。えってことはさ、あれじゃん、予算、えうちらさ、うん、じゃあ行ったとしてさ、うん、よっさん A 番、ん ?1 ヶ月番だから。あ、だかそれ、え、ふわっちできないってこと？追決。マジか。追決、ふわっちできないのか。あれ、どっちだっけ？かしんくん？それ行ってくるとき、うん、お小遣いあげるから。え、うん、だからそのロビンソン3番のときお小遣いあげるから、うん、ゲーセンとかで遊んでていいよ。あー、なるほどね、うん、あー、エマエマちゃん5個ありがとう、おはよう。あれ、音が出ない。ありがとう。いや、あのね、葛西にね、いい銭湯があるから。あ、そうなんだ。全然、お時間来るじゃん、達人だから。オッケー。だって24時間、20時間待機してるからさ。で、これ、醤油。醤油。あ、醤油売り切れるか。醤油売り切れるのか。うん、で簡単酢、こんなもんか、こんなもんかな。
いやあのあれがないけど、いやこれは塩分みたいなやつなの。逆にしょっぱくないとダメなんだよ。あ、もうちょっとやな。このあのサムネの顔なんか白目になってます。うん。ポリポリ大根、ポリポリ、唐辛子なくて残念。唐辛子なくて、なんかさ、カツ屋行った時になんかお通しでポリポリ大根があって無料で食べれる、それ食べて、あ、ちょっと真似したいなって。仕事的ありがとう。うん、くるみが来週東京来るから眉と距離と遊びたい。やだよ、絶対絶対やだ。この前めちゃくちゃ叩かれたもん、眉。何も悪いことしてないのに絶対やだね。めちゃくちゃかわいそうだったから、この前。あー、ありがとう。え、熊の子ちゃん嫌いなの？かしんくん。まかない食べて帰るけどね。うん。こんなもんか。これを一日つけます。1日つけて、出したひっくり返してね。ちょっと大根の中を処理していかないと。くん、荷物もらって。はい。うん、煮物ね。みりん。私も入れるか。今日暑いな。やっぱ醤油売り切れた。今日暑い。ちょっと外開けよう。暑い。何作ろうかな。